3、2、1、0。6月9日の朝、おはようございます。今日も世界一昆布が好きから昆布屋やってます、店長の松下幸一郎が皆様の料理の味を劇的に美味しくできるお手伝いができるように頑張ってます。やればできる、今日も昆布できる。6月9日、今日はロックの日だそうです。ところでロックってなんだっけ？五重詩？それはよく書ける。キャプテン、それはハードック。今日も頑張ります。即用志のご注文、お問い合わせが増えています。お供えのお返しで悩んでいませんか？別注品の主対応もお伺いします。法事ギフトはお任せください。海鮮丼ぶり、乾燥塩昆布仕上げ。塩昆布を細かく刻んで醤油代わりに使ってみました。昆布締め風に素晴らしく美味しく仕上がります。乾燥塩昆布仕上げ、あなたもやってみませんか？よーくなじませることがポイントです。